中国出張実用中国語今回は外食するときによく使う言葉を紹介します最初に服务员菜団给我看一下服务员ウェ菜おかず本来の意味は野菜なんですが 文脈によってここではおかずという意味です。ダンリストサイダンメニューゲイをわにください。カンイシャちょっと見るちょっと見るウェイターメニューを私に ちょっと見せてください。服务员，菜单给我看一下。服务员，菜单给我看一下。买单，一共多少钱？我看定全部一く了ですか？买单，我看定一共全部多少钱？一く了钱我お金。 毎旦、一、共、多少、しゃおちゃん。毎旦、いごん、どし料理があまり辛くて苦手と思ったときに、中国では少し辛くないか、全然辛くないように調整できるので、 この言葉は使います。这个菜辣吗可以做成微辣、不辣的吗这个、この、菜、おかず、辣、辛い。可以、できる、做、成、作る。微辣、少し辛い。不辣、全然辛くない。 のこのおかず辛いですか？少し辛いもしくは辛くないのに調整できますか？这个菜辣吗？可以做成微辣的吗？可以做成不辣的吗？这个菜辣吗？可以做成微辣的吗？ 最後におかずの中にエレルギー源の卵とかピーナッツとかもしくはベジテリアンが肉が苦手の人肉中にあるかとか質問するときにこの言葉を使います。この菜を有鸡蛋り有花生と 有肉嗎這個この、おかず、里の中、よ、ある。じだん、たまご。はしん、ピーナッツ。ロ肉,肉。このおかずの中に、卵、もしくは、ピーナッツ、もしくは、肉、あるんですか這個菜里有蛋嗎、 这个菜里有花生吗？这个菜里有肉吗？这个菜里有鸡蛋、花生、肉吗？今